ザ・スパイダースのファンクラブイベントに参加していたザ・タイガースの5人。こちら3月19日、スポニッチアネックスの記事から、酒井正明、ザ・スパイダースのファンクラブイベントに参加していた驚きの5人組。その半年後に俺たちを…。昨日3月19日にフジテレビの朝の番組、僕らの時代に、酒井正明さん、そしてザ・タイガースのサリー、岸辺一徳さん、西田敏行さんの3人がゲストで出演されていたというね、すごい豪華な回だったんですけども、その番組の冒頭にザ・スパイダー、そしてザ・タイガースの関係についてのエピソードを語られておりました。ザ・タイガースの初期5人のメンバーはですね、ザ・スパイダースのファンクラブに入っていたということなんですよね。サリー、岸辺一徳さんもですね、当時は自分たちはそのアマチュアみたいな感じでというふうに話されていて、まあスパイダースのファンクラブに入っていたということなんですよ。で、酒井正明さんがそのスパイダースのファンクラブイベントが開催されたということなんですよ。当時の GS のファンは皆さん女性ばかりなわけですよね。その中に5人だけ男の人がポツンといるわけですよね。ですから逆に目立ったんでしょうね。酒井さんもザ・タイガースの5人に向かってですね、君たちは何かアマチュアかい、それともプロかい、というふうに聞いたらしいんですよね。プロの道は厳しいよ、よく考えた方がいい、というふうにアドバイスをされたと。で、その半年後に追い抜かれたというふうに話されていて岸辺一徳さん爆笑しておりましたけども、で、その話の流れで西田敏行さんが突然僕のマリーを歌い出してですね、せっかく西田さんがザ・タイガースの僕のマリーを歌っているのに岸辺一徳さん全く無視で自分の話をされようとしていて西田さんに突っ込まれてましたけども、いや、冒頭から本当に面白いエピソードでしたね。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。